にちは、砂川です。角田です。よろしくお願いします。今回はセーリン講師別注のヘルスニットの T シャツ2型です。で早速ご紹介していきます。1つ目はヘルスニットマックスウェイトベンチレーションスモーク T シャツのご紹介です、うん、商品の詳細をご紹介していきます、はい。まあ、ヘルスニットなんですけれども、かなり長いブランドで、ご存知の方も多いと思うんですけれども、ブランドとしては今お出ししているようなブランドです、うん。こちらは生地の厚いコットン天竺素材にこうゆったりめのシルエットで、背中にこう通気性を考慮したベンチレーションが、搭載されているのが別注のポイントですね、うん。春夏に向けてすごく通気性が良くなっています。前面ですね、胸ポケットのついたシンプルな作りになっていますので、前から見た作りっていうのはすごくシンプルになっています。またユニオンチケットを模したタグも左裾のところについていますので、見えないところではあるんですけれども、ここもポイントになっています。お次がヘルスニットマックスウェイトスモーク T シャツです。商品の詳細をご紹介します。継続して展開しているんですけれども、こちらのグレーが新色になってます。で、先ほどのベンチレーションと違いまして、胸ポケットはないんですけれども、左右にこちらの大きなポケットがついている仕様になっています。あと先ほど角田君の方からも話ありましたが、ユニオンチケット風 のタグなんですけれども、こちらも実は先ほどの右の裾の下の方に縫い付けられているんですけれども、表から見た際にですね、ポケットが上からこうついてますので、ちょっと目立たないような仕様にはなってます。はい。サイズについてなんですけれども、どちらも基本的な T シャツのベースは同じになっているんですけれども、デザインの違いで見え方が少し変わると思います。僕の方がベンチレーション、こちらのタイプホワイトで全サイズ着比べています。動画が出ていると思うんですけれども、こんな感じの違いがありますね。で、着てみた感想としては、M サイズが、ちょうどよく着れるサイズではあるんですけれども、生地に張り感があったりしますので、比較的大きめのサイズで選んでいただけると着やすくなるんじゃないかなと思いました。はい。僕の方がスモック、こちらの形の方の S グレーの方を全サイズ MLXL で着比べてみてます。今動画の方で出てるかと思うんですけれども、こんなような感じのサイズ感ですね。着た感じは M でも L でも XL でも着れてると思うんですが、どちらもそうですね、こうちょっとサイズ感としてはゆとりがあって、生地も厚みがあるタイプなので、ちょっとゆったり着ている、僕は L か XL がいいかなとは思ってるんですが、色がこの S グレー、新色のグレーなんですけれども、やっぱりちょうど季節の切り替えの時期で、白と黒って結構定番で展開してるからなので、すごい皆さんこうお持ちのものも多いかと思うんですけれども、こういう展開したことのないカラー、新色のカラーってやっぱり今の時期すごく好評いただいてますので、気になる方は結構おすすめですかね。はい、はい。最後に取扱店舗のご紹介です。ぜひお近くの店舗にお問い合わせください。概要欄に商品の詳細載っけておきますので、そちらも確認してみてください。今回はこちらで以上です。ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。